はいはい、いきます。実質の最終動画になるのかどうかは分かりませんが、頑張ります。ではまずやったるで、この親父の仇ですよね。これ親父が殺されたこのキングヒドラさんなんですけども、多分そんな強くないと思うんですよ、親父と戦ってる感じでは。親父はね、完全にね、甘く見すぎて死んだんですよ。もうね、舐めていかなければ大丈夫と思うんで、まあもう賢者の意志乱発でいきたいと思います。大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、余裕すぎるわ。多分ほんと余裕すぎますねこれ。よし、ただこのボスラッシュだとして、仮にもうちょっと敵が出てくると仮定して、一旦フィールドの方に戻らなかったら辛いですね。弱っ弱っ。ちょっとその一旦フィールドに戻っては欲しいなーっていう。おー、なんかレベル上がるね。なんか呪文も覚えたし。あー戻った、これはありがたい、これはありがたいな。ちょっと待ってくださいね。じゃあスタミナのため使っちゃって、祈りの指輪に祈って、これ渡すユーロも祈って、ユーロ渡す、勇者これ以上物持てない。ちょっと待ってくださいね。この祈りの指輪は渡すことで壊れにくくなります。壊れるときは壊れますけどね。一応渡す。よし、5。うわぁ、出たよ。バラモちゃん。バラモスブロスや。兄貴か弟か知らないですけど。ご兄弟ですね。ご兄弟様でしたか。あ、間違えた。賢者の石の場所に祈りの指輪があったんですよ。間違えた。しまった。うーわー、イオナズン2連か。前のバラモスより立ち悪いな。前のバラモちゃんよりも、ちょっと弟さんよりも立ち悪いっすな、こら。弟さん並みに体力あるってことはないよね。どうかな。でも大抵弟の方が強いですからね、まあ、勝手に弟と思ってますけど。でも生物学上じゃないな、なんかもうその弟の方がやっぱ強くなるんですよ、どうしても。どうしたってその世の中のね、お兄ちゃん、僕もねお兄ちゃんなんで、わかるんですけど、負け惜しみ半分なんですけど、やっぱ弟の方がね、運動神経とかもね、良くなるんですよ。それはもうしょうがないです。だってお兄ちゃんといつも遊んでんねんから。もうそういうことなんです。お兄ちゃんといつも遊ぶから、まずもって弟の方が強くなる。そう。それにね、弟の方が、もう一匹おったか。バラモスゾンビ。わあ、ご遺体になられてましたか。なるほど。あ、そう言われたらこの骨格、見たことある。この骨格は、そうですね、あのポーズ、半身のポーズですね。あ、そうでしたか。じゃあ、もう一回死んでもらえますか。弟兄弟の話ね、兄弟の話ね、
もうバラモスブロス死んじゃってるんで兄弟の話する意味もないんですけど、あの親って最初の子供よりも次に生まれた子供の方が雑に扱うんですよ。てか最初の子供は丁寧に育てすぎるんですよね。まあほとんどの親御さんがそうだと思うんですけど、だから雑に扱われた方が強くなるっていう理論なんですよ。はい、しょうもない話はこれぐらいしましょう。多分もういないですよね、この感じ。よっしゃー、最終戦いきますか。さあ、長々と今まで見ていただきまして本当にありがとうございました。倒せると僕が踏んでます。はい、で作戦がありますんで、賢者の石をドルに渡そうかなと思ってます。どうしようかな。賢者の石をドルに渡す説、これ結構ありなやり方なんですよ。まあいいか、ポンドでいいか。いきます。勇者よ、何故もがき生きるのか。いやね、そいやまあそのわかるよ、その気持ちもわかるけども、やっぱりね、生きてこそやで。本当に僕は言いたい、生きてたら楽しいこといっぱいありますから。滅びこそ我が喜び、死にゆくものこそ美しい。うん、それもわかる、それもわかる。うん、死ぬから美しいんですよ。でも死ぬことがある、死ぬって絶対分かってる、それで生きていくから美しいの。ゾーマさん、さあ我が腕の中で生き耐えるがよい。出たー、むちゃくちゃでかい。さあこの音楽ちょっと聞きましょうか。ゾーマ戦の音楽めちゃくちゃかっこいいですよ。これ聞いてるだけで僕基本的に4時間は多分踊れますね。ここの部分でこうロボットダンスみたいな、むちゃくちゃかっこいいんすわ。はい、じゃあ行こうか。あのね、背が高すぎてユーロが何の職業か分かんなくなってます。すごいことになってます。よし、でもうね、ゾーマはね、光の玉を使います。はい。光の玉を使うことで、あるですね、ある、聞いてはいけない魔法が効くようになるんでね。それを僕は知ってますんで。よし。じゃあまずは、フバーハ。あ、ちょっと待って。ユーロがフバーハ。スクルトよりもフバーハですね。で、ポンドは賢者の石。これがやばい、ほら。なんちゅうダメージやねん、これ。とんでもないでしょ。うわわ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 。きたー、光の弾を使った。弾は一段と明るく輝く。いってるよ、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 いってるよ。おたた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 た、おらおらおら。どうなの、どうなの、どうなの、どうなの。色がめっちゃおかしなった。色がめっちゃおかしなった。よーし。はい、これでね、衣が、こいつを包んでた、まあ言ったオーラ的なものが消えたという体です。なって、ここからは、なんとですね、まあ知ってる方も多いと思いますけど、ベホマーが効くんですよ。ベホマーが、もう、鬼のように効くようになりました、これで。だからガンガンいきます。ほら149のダメージですよ。よし、そしてフバーハ効いてるから吹雪が軽減されてます。あれ、これ余裕なんじゃないかな。パン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 、スクルトで上げて、ほら、さあドルには、あ、違う、自分たちじゃなくて敵、ドルにはバイキルドかけてあげましょうか。
ポッポッね、バラモスより余裕があると思うって言ってたのはこれなんですよ。危なー、直接攻撃まあまあ強いな。ほう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 、レフォーマドカン。さあ惜しみなく使っていこう。ベホマラー賢者です。おらキャン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 、あでもこいや、はい、来た来た来た。凍てつく波動であのフバーハとかが全部消えますね。もうこれがまあまあ辛いところっすね。まあまあ唯一ドラクエ3のボスの中ではまあ一番はこれが嫌かなっていう感じ。これが使えるのゾーマだけなんで。で、後々のシリーズにおいては、まあ、皆さん当たり前にそこそこ強いボスは使ってきますけどね。実はこれが一番最初です。よく飲み会とかで、もう全然おもんないこと言いよったときに、よく僕はそいつのことを、お前、いてつく波動を指先から出すなやって突っ込みます。はい、ぜひよかったら使ってみてください。お前、ちょっと、いてつく波動出てんぞって。よい。フバーハ最高。フバーハ最高っすね。ね、ドルがちょっとお荷物な感じするでしょ。やっぱドルに持たすべきやったかな。その凍てつく波動のせいでね、どうもそのダメージ源になってもらえないっていう現状があって、一人フバーハ役が必要やし、一人は賢者の石使いたいんでね。さあ倒すぞ。くい、うい、ベホマゾーマ、ベホマゾーマ賢者です。ドラもう結構きついでしょ。結構おっしゃ、やったーやったー、よし長かったー。勇者よ、よくぞわしを倒した。だが光ある限り闇もまたある。わしには見えるのだ。再び何者かが闇から現れよう。だがその時はお前は年老いて生きてはいまい。死ぬ時にグフっていうやつ。よっしゃ、どうしたらよかったっけ。これどか、帰っていいんかな。イレミト、あれイレミト無理。壊れる壊れる、お城壊れるお城壊れる、危ない危ない、はあ、危ない危ない、あおあ、ここから出てくるのか。おおお、懐かしいですね。ここって勇者のこれ確か、ここ確か効かなかったっすよね、リレミと。あもうでも魔王倒したからもう雑魚出てこないでしょう。そらここすいません、ちょっと魔法効かないんで。ああー雑魚出てこない。あれまた、おーおーおー、あかんで、はよ行こう、あかんで、すんごい崩れてきてんのになんでゆっくり待つのよ。フリーザの変身ちゃうねんから待たんでええのよ。そこで攻撃したらええんやから、なんで変身中に待つのよ。行こう行こう、って言いながら、ごはんくんとかはよく、孫ごはんくんね、よく気を貯めてる敵に対して待つんですよ。長いんですよ、そこがもうアニメとかだと。お父さんみたいな感じになりよる。いやもう今撃てやと、マセンコを。まあまあいいです、行きましょう。
空の上の方で何かが閉じたような音がした。嘘でしょ、帰れへんなったやん。晴れた。うわ、音変わった。変わってへん。いいね。でも多分もう帰れなくなったんでしょうね。ほら、うわ、実家帰れへん。実家帰れへんなった。いろいろ荷物置いてんのに、もう大事な本とかもあんのに。あ、お城潰れてますね。あなた様こそ誠の勇者です。ああ、光がこんなにも眩しいだなんて、まるで夢のようですわ。あの大魔王を倒しちまったのかい。どひゃー、任してくれや、任してくれや。信じられぬ、あの大魔王を倒してしまうとは、なんというお方だ。任してくださいよ。わいわい、勇者万歳。ああ、光がこんなに、あ、ちょっともうこれモブキャラセリフか変わらんか。ああ、もう喋らなくていいかな。みんな同じこと言いよる。よし、じゃあお城へ向かって王様に報告しましょう。もう実家の方には帰れなくなりましたんで、もう仕方ないんで。もう自動で動いてます。今手離してます。勇者よ、よくぞ大魔王を倒した。心から礼を言うぞ。この国に朝が来たのも全てそなたの働きのおかげじゃ。勇者よ、そなたこそ誠の勇者。そなたのこの国に伝わる誠の勇者の証、ロトの称号を与えよう。勇者、いや勇者ロトよ。そなたのことはロトの伝説として永遠に語り継がれてゆくであろう。来た。なんやこのシーン。よし、解説しましょう。勇者ロトという称号を得ました。で、ドラクエ三部作のドラゴンクエストから始まり、あ、読みます。ごめんなさい、先読みます。かくしてロトの称号を受けた勇者はここアレフガルドの英雄となる。だがこの後、勇者の姿を見た者は誰もいない。ごめんなさい、名前勇者にしましたからね。彼が残していった武器、防具はロトの剣、ロトの鎧として、聖なる守りはロトの印として、後のように伝えられたと。はい、そして伝説が始まった。はい、来た。かっこいいな。伝説の始まりと僕動画面つけましたけども、さあ、くっそかっこいい音楽です。ここ、まあこの音楽を聴きながら、スタッフロール見ながら話させてもらいますね。じゃあ続きの、はい、ドラゴンクエスト3はそして伝説へっていうサブタイトルがついてるんですけど、まあまさにこの伝説の勇者になるためのストーリーでございました。で、無事ロトの勇者っていう、勇者ロトっていう称号を得るんですけども、ドラゴンクエストはまあ、もちろん1が発売されて、2が発売されて、3が出てるんですけど、時系列で言うと3は1の前のお話なんですね。はい、1の勇者のその祖先なんです。はい、結構だから面白くないですか。斬新だと思いますよ。
スターウォーズのやり方っすよ。4、5、6、1行くみたいな。なんかちょっとよくわかんないですけど、例えがよくわかんないですけど、スターウォーズをなぜ僕が例えたのか今全くよくわからないですけど、そういうことなんです。ね。で、1をプレイするとロトの剣とか手に入るんですよね。で、勇者ロトの子孫よ、よくぞ来たみたいな。ロトの子孫やから、お前は勇者ならなあかんねんみたいな、まあ、ちょっとした嫌がらせ受けるんですよ。まあ、ちょっとした織田信成みたいなことになるんですけど、まあロトの血を引く勇者が次に、ゾーマの城でね、この同じさっきの地下の世界ですよね、地下の別世界のあのフィールドで冒険をして、後の世界で、で同じように太陽の石を取って橋を架けて、で、あのお城に住んでる竜王っていう新しい魔王を倒す冒険なんです。それがドラゴンクエスト1なんです。はい。で、ちなみにですけど、まあ多分なんですけど、これは、竜の女王のところで、竜の女王が産みましたよね、子供。卵を、あれが竜王です。あれが、幼いというか卵の状態、あれが帰って、そしてまた悪い心に染まり、そして下の国に来て占拠する、で竜王として、その大魔王として君臨するっていうのが1です。はい。で、さらにドラクエ2はさらにその子孫たちの話なんですよね。来た。 To be continued to ドラゴンクエスト1と、ドラゴンクエスト1へ続くんですよと、最後に注釈が入ると、いいですね、いいですね。まあ僕が今喋ってた話です。で、ドラクエ2はさらにもっともっと先の世界のお話です。で、今後、1にも2にも、まあ今使ってた王者の剣とか、勇者の盾とかが、それぞれロトの剣、ロトの盾とか、そういう感じで置かれてんすよね。だからちょっとみんな中古を使うと。中古で冒険をすると。で、僕の中では、剣は、まあええやろうと。盾もええやろうと。ただ鎧ちょっとつらい、兜めちゃめちゃつらい、中古はねっていうはい。さあ、じゃあ終わりますか、終わりますか。いやー長かった。結局すいません、前回の動画で倒すつもりが、最終回はパート43ですかね、43で無事クリア。22時間、今日おそらく23時間ぐらいかな、かかってのクリアでした。はい、本当にもう普通にクリアしただけです。ありがとうございました。もう本当に長くダラダラと見続けていただいて、面白くないトークを聞いていただいて本当にありがとうございます。で、これ続きね、僕ちょっと休憩して、また続き、今度はドラゴンクエスト4行きたいと思います。これはまたね、ガラッとそのロトの伝説とはまた離れて、また全然別の話なんで、それはそれでまた楽しんでもらえるかなと思います。ドラクエ4もすごい面白いので、まあぜひファミコン版のテイストが好きな方は見ていただけると本当に嬉しいです。また他の動画、他の実況、ファミコン動画中心にいっぱい上がってるんで、もしよろしければチャンネル登録していただけるとまた嬉しい。はい。です。です、です、です。はい。では、本当に長くかかりましたね。パート43最高記録です。さあ、ドラクエ4がどれくらいかかるかわかんないですけど、ありがとうございました。
じゃあまた別の動画でお会いしましょう。本当にありがとうございました。では、バイバイ。